おはようございます。2月21日日曜日の朝です。昨日もとても暖かかったですけれども、今日はさらに暖かくなるようです。昨日は J リーグ開幕の1週間前のゼロックススーパーサッカーというのがあって、サッカーシーズンも幕開けです。体がどんどん動きたくなってくる気がします。では今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸をしているときに体はどんな反応をしているでしょうか。ああ、今日はもう鳥が賑やかに鳴いています。ちょっと朝が遅いんでしょうかね。頭を左右に傾けてください。楽なところでその動きをやめてください。では右側を下にして横になってください。右手は前方に伸ばして、左手はその右手の手のひらに左手の手のひらを重ねてください。ゆっくり指先が前方に伸びていったり、体の方に近づいてきたり、ゆっくり優しくこの動きをしてください。手が伸びていったり戻ったりって言いましたけれども、手自体は伸びないですね。手の長さは変わりません。ですけれども右手より左手の方が先に長くなっていくのは、体の他の部分が動いているからですね。肩甲骨、肩は前に、肩甲骨も前に行きますね。あばらや骨盤にも動きがあるかもしれません。頭は床の方に転がったり、天井を見たりすることでこの動きが少しでもやりやすくなっているでしょうか。まあ、この左手が伸びていったり戻ったりという動きは、体全身が動いているのが分かりますね。では一旦手のひらの上に戻ってきました。で、手のひら1枚分ぐらい前方に左手が動いたら、そのまま床を滑ってで頭上の床の方に動いてください。この時に目は指先を見ていってください。頭上の方に来たら戻ってください。この時に肩が痛い方は、いや、この肩は上がらないんだよねっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、そのあ、こっから痛いなと思ったら、例えば胸あたり、あばらあたりを動かしたらどうでしょう。肩で行くというよりも、もう肩は力を抜いておくだけで、胸、もしかしたら骨盤あたりもこの動きを助けていくことはできるでしょうか。で戻ります。そして痛くない角度を探してください。もうちょっと手前の方がいいなとか、もっと上の方がいい、上というのは頭上の先の方がいいかもとか、この手が滑っていく
角度とかその距離みたいなのをちょっと調整してください。で戻ってきたら休みます。2呼吸くらいしてゆっくり力を抜いて、でまた頭の方に動いていきます。目はこのまま指先から離れないようにして、そのまま頭上を越えてこの真上あたりが、え、こんなの無理っていうふうにおっしゃる方もいるかもしれませんけど、この時にこのあばらや胸は床から浮いて、できるだけ肩に仕事をさせないように、肩はただ力を抜いて、この指の方向だけ、指の方向だけですね、肩が助けるだけで、でそのまま目は指を折って、指先は床を滑ったままですね。そのまま背後のお尻の下あたりに指が到着することはできそうですか？ずっと床の上です。手のどこかは床の上についたまま、そして目はずっと指先を見たまま帰ってきます。でこの時にこの上半身と骨盤、足がこのままガチッと止まっていたらなかなか難しいですよね。この動きをできるだけ助けるようにして、胸を大きく動かして、この見えるところに体を置いてください。いつも小さく小さく動いてくださいって言ってますけれども、この、まあ、ちょっと大胆、ただ一箇所が大胆に動いくのは難しくて、大胆というのは体全体でこの動き、もう足も一緒になってこの動きを助ける動きをしているのが分かるでしょうか。ですからこれは手が頭上を越えて背中側に行くというふうに仮に言ってますけれども、もう骨盤、足も動いている動きなんですね。全身の動き、肩の動きでもなく、胸、あばらを大きく使って、目はずっと追い続けていきます。では、仰向けになって休んでください。右側と左側を比べてください。呼吸をしているときに右の胸、左の胸、どちらが動きやすいでしょう。脇の下の角度はどちらがふわっと開いている感じがするでしょうか。では逆で左を下にしてください。手は前方に伸ばして重ねておいてください。そしてゆっくり伸びたり戻ったり、顔は床を見たり天井を見たり、この時に体全体がどのくらいサポートしているでしょう。骨盤も膝もこの動き協力しているでしょうか。あばらは床の上でどう転がっていますか。では手のひらを合わせたところでその動きをストップして、ちょっと枕を外してみますね。で右手が少し前方に行ったところから頭上、
に向かって行って、最初は行ったり来たりしてみてください。ここら辺なら行けそうかなっていうのを何度か、ここは痛いからもうちょっと角度を変えてみようとか、なかなかここ最初にやった動きから変えられないものなんですね。人間の癖っていうのはもう身に染みているので、身についているので、それをあえてですね、例えば肩を引きながらやってみるとか、このあばらあたりを、左側についてるあばらを浮かせながらやってみたりとか、もう足は伸びていって、ずっと伸びていって、膝はもう足元の方に向いていったり、体全身を動かしながらですね、このまま頭上を越えて背中側の方にずっと動いていってみてください。目はずっと指先を、一瞬たりとも目を指先から離さない。そのためには、そうですね、胸の後ろ、肩甲骨と背骨あたりを意識的に動かしてみてください。ふわっといって戻る。足先も動きますね。ふわでも、もちろん痛みとか力みとか、そうです。大きくストレッチする感じからはできるだけ逃げるよ。その角度、ここは伸びている。だったら他を伸ばす、他を動かしてみようとか、もう体中を自在に動かしながら、その痛みや力み、頑張る気持ちから逃げてください。ふわ、もうこの左の脇の下とか左の胸あたりは大きく開くように。そうするとこちら左側は床から浮いて、この動きをサポートしてみてください。あらゆる体のあらゆる場所がこの動きをサポートしてみてください。では動きをやめて仰向けになってください。ちょっと朝から大きく動きましたけれども、天気もいいし、なんか健やかな感じがします。頭を左右に傾けてください。この頭を転がす動きは、体全体には何か最初とは違う感じが生まれているでしょうか。では動きをやめて、ゆっくりと起き上がってください。はい、日曜日の朝、ちょっと胸を大きく開く動きをしてみました。花粉症の方はちょっと辛いでしょうけれども、春の空気をいっぱい吸い込んで今日もしなやかにいきましょう。はい、良い一日になりますように。